土井建造土井建造明治33年3月20日は、江戸時代後期の儒学者で、鳥取藩士。旧名、田村晋三。号石人氏。別名、土井実のるただし。安政元年藩主土井氏の養子となる。土井氏は、官務兵士吉文流で、源の頼朝の武将であった、土井種平の一族とされる。今葉国鳥取藩の藩士で優秀な儒学者であり。 ご住者となって、江戸学問書に勤め、お今公爵、池田慶徳夫人に信仰をするなどした。鳥取藩の終戦方頭取となって、尊王上位活動に邁進。明治維新後は、木戸高義西郷高盛らと共に、明治維新政府、上司参与に選ばれ、内国事務局判事警法官判事甲府県県知事を経て、甲府県、第二代知事、 山梨県初代県令に抜擢され、5890年には元老院議官にも就いた。江戸時代から続く勤労税制である大小切税法の廃止を発端に起きた田安良一期では、県知事の実況が政府民部省から派遣された監督、大輔塩谷良官とともに、両者の間を仲介して、田安家に自主的な領地返上を約束させたため、 1870年5月に、田や領は、甲府県へ編入された。この一連の騒動は、ご一心として褒めた,たえられ実況は、名君として崇められることになる。1872年に起こった大こぎり騒動では、県庁では、一気税を抑え込む兵力がなかったため、陸軍省へ出兵を要請し、一気税には訴えを認める、国印状を与えて、融和を図った。 一気勢の大半は、機関、勢力が弱った。一気勢は、方々で打ち壊しを行うにとどまった。8月末に兵が到着すると、土井県令は、村役人らをエリンジに集合させ、国印上を没収し、一気の指導者や参加者への厳正な処罰を実行する。土井は騒動の収集のため県庁広報誌である、海中に地方を県民に読み聞かせる。 新聞植話会を行い人心の掌握を試みた。これにより外では一揆が起こることはなかったが、公認の権令、藤村志郎の権勢に反対する動きとして自由民権運動が発生した。大小切税法廃止による税負担軽減のため、駒郡日野原の開拓などを計画するが、停裁を重んじた、明治政府は1873年1月24日に、 実ただしに対して騒動の責任を取らせる形で面刊となる。人々に惜しまれながらの面刊であった。実況が考案した開拓事業は公認の藤村史郎知事によって食産工業政策として推進された。退官後は鳥取藩市の編さにも従事している。ありがとうございます。